絞り丸太は天然の絞り丸太っていうのはどんな風に作ってるんですか？はい、これはあの天然なんで奇形種になります。で、昔から言うまっすぐな丸太が良かったんですけども、これはあの変種で、普通の柱から見ればもうこれ打撲っていう形で当初は扱われてました。なのでもうこのガタガタの丸太が出てしまった変種は、どっちかというともう参道でこう短く切って階段にされたりとかしてたんですけども、それこそすき家建築、茶室建築の中でこれは丸太で使えば味があるっていうようなところから見出されまして、それをすき家建築に採用して、こういう床柱とかですね、見せる柱にしたところすごい大人気になりまして、一時期そのバブルの前ぐらいに、ほんでこれ変種なので反対にあまりなかったんですね。でなかったっていうので、もうあの希少価値も出て、私が建築を始めた頃もこれぐらいの丸太だと平気で3、40万してました、1本。これはじゃあ天然の、天然なんですね、デコボコっていうことですか？はい、であまりにもなくてそれが人気になったので、今度人造絞りというのが出てきて、ここに箸のようなものを普通の丸太に巻きつけて、人造でこういうデコボコを作ったものも出回りました。30年ぐらい前にはこういう天然の絞り丸太と人造の絞り丸太、絞り丸太も一周してすごい技術ができたので、あの反対に作った絞り丸太もすごい価値が出て、同じぐらいの金額がついたりしてたのが30年前です。でその後10年ぐらい経ちますと、その絞り丸太の開発と同時に、この天然の絞り丸太の原木を上手に見つけて挿し木する人とかが登場するんですね。で知らない間にこれを挿し木して、あの増やしてる人たちも登場して、ちょうど20年ぐらい前にはその挿し木した丸太も結構出てきて、で崩れの原因になったりしながら、で現在に至ります。でバブルが弾けたらやっぱりどうしてもこういう意匠的な建物は少なくなりますので、ちょっと、衰退していったっていうような傾向があります。ただこの感じが私は大好きなので、今でも今本当にあんまりないんですけど、見つけると片隅で安く売ってるので、上手に昔の価値を分かって仕入れてきます。ありがとうございます。